乃木坂46の与田祐希と筒井あやめが、12月1日発売の、ウィス、1月号の表紙&巻頭のファッション企画、シスターフッド、心を結ぶ、シスターフッドに登場。二人の、絆を感じる対談が掲載されている。与田祐希&筒井あやめ、与田メン、シミラールック披露、与田メン、として、圧倒的な人気を博す二人が冬のニットファッションから動物の被り物をまとったアニマルコーデまで、7パターンのシミラールックを披露している。バル、また、シャープ最近の二人、シャープ二人の関係性、シャープこれからの二人、をテーマに、尊敬しているところ、可愛いなって思うところ、共通点、正反対に感じるところなどたっぷりインタビューや、二人の絆を感じる対談も。さらに、与田メンの手書きプロフィール帳やセルフィー、お互いへの愛あるメッセージを掲載。天性の愛らしさを持つ二人のシスターフッドな関係性をフィーチャーした16ページとなっている。バル、与田祐希&筒井あやめ。尊敬しているところ、可愛いなと思うところ。与田は、いつかあやめちゃんと、ウィスの表紙を飾れたらいいなと思っていたから、とても嬉しかったです。あやめちゃんは、こんなに可愛いらしくて若いのに、話せば話すほどしっかりしているし、思っていたのと違う答えが返ってくるところも含めて可愛いなと思います、とコメント。バル、筒井は、与田さんとの表紙は夢の一つだったので、それが叶いました。与田さんは出会った時から変わらずラフに接してくれるので、お仕事の相談もしやすいですし、気持ちが楽になります、と語った。また、12月1日に10時より、与田メン、ビス、1月号表紙記念インスタライブを開催、アットマークビスアンダーバーウェブ。11月28日18時にはこの撮影の舞台裏を公式 YouTube のビスチャンネルにて公開される。